販促物、 T シャツ売ったりね、カバン売ったりね、そういう販促物、もう今結構名物ですやん、西成の玉で言うたら、安売りの玉で言うてパチンコ屋みたいなとかね、なんとかいう生きてる魚売ってるやんとか、結構有名、なんかそういうの有名なんですよ。でそこでそういうグッズを売っとるんですよ。でそれをね、なんかこう SNS で結構宣伝しとるんですよ。前で TikTok とかね。でね、そのじゃじゃん。これタマデのカバン、タマデのカバン。マチが大きいカバン。マチが泣いてた。はい、マチの広いカバン。間違いないって言ったわ、あの、なんとかいう歌詞が、ね、昔の。で、これ、ポーチ。ポーチ。これ、裏こんな。これ、タマデの昔の広告ですわ。今もやってんかな。1円言うてね。こんな。これ、ポーチ。でね、これがなんと、セッタ。セッタ。セッタ、わかります？広告のセッタ。これ、これ、セッタ、わかります？セッタ。もうなんでこんな持ってんねんみたいなね。これね、実は私退院した日にね、これ退院する、ま、1日前ぐらいにね、なんか、携帯見とったらね、なんかたまにこれ、それこそ SNS で宣伝やっとったんですよ。こんなん売ってますぜって。店舗限定ですねとかでやっとってね。でも帰りに西成寄ってね、一見て買ってきたんですよ。これとこれとこれ、それがね、西成の店舗限定でやっとってね。で今日駒川行ってきましたよ。駒川中のほんならなんと売っとったんですよ。これを売り切れてましたわ。売りポーチを売り切れとったんですけど、これとかも並べてと T シャツとかね売っとったんですよ。ほんならまだそない考えたらまだなんちゅうかな、たまでとしたらそうやって残す可能性が高い店舗かなってね、そこで思っちゃったりなんかしちゃってさ、うん、だからね、まあそういうこっちゃ、どういうこっちゃ、残ってほしいわ。半額のこれ何、傷しいけそうやね、なんとなくね。あれ、ちょっと電話かかってきた、ちょっと切りますわ。どこまで喋りましたかね。なんか鳴らずの電話が鳴ったな思ったら、あの水道局からでしたわ。その死んだ友人のね、ちょうどね、最後の日いうか、そのマンション引き渡しの日の時のポストにね、なんか入ってましたわ。あの督促状みたいなね、郵便局長は水道か水のね、最終これをあれへんかったら止めますってみたいなありますやん。でそれをなんちゅうかな、まあ実家にもうそれも支払い溜まってますということで、荷物もこのなんちゅうの、実家に送ってほしいその遺品っていうのかな、その荷物と一緒に入れといたんですけど、それを水道止めてくれって電話したのが私なもんでね、私の電話番号、だからその身内さんの電話を知らんのか、なぜか私そうかかってきて、そのお支払いの件でどうのこうの言って、いやもう本人死んどるしみたいな。で要は金が溜まって、まあ、そこをこうズバズバやっぱ言いにくいんかな、ほんで固まってるのがどうのこうの言って、いやもう本人死んどるんやし、もう35年間住んどるんやし、もう最後それ勘にしたったらみたいな言うけど、いやそれがどうのこうの言うて、大阪市でしょ言うて、いや私は何やったかな、受託会社のどったらこったら言うてね、要はだからもう相当払ってんのかな、どうやろ、何したってんやん、もう死んどんねん、もう
身内が払わなあかんか知らんけど、大家さんも許してくれてんから、あんだけ汚く使っとってね、35年間住んだからもう何もよろしいですよ言うて、っていうかめっちゃ綺麗好きいうかね、私のイメージでは綺麗好きなんですよ。でね、当初はね、何回か家行ったこともありますね。その前は私と一緒に住んどったんですよ。ほんで一人で住むようになったお家も何回か行ったことあるんですけど、私基本的にね、その人のうち、人のお家にお邪魔するのあんまり好きじゃないんですよ。だからね、あんまし行ってなかった。あんましいうか、もう長いこと行ってなかったんですよ。けど、まあさが最近生活乱れとったんやろね。もうえげつないことになっとってね。まあそんなにえげつないんやけどね。けど普通よりはえげつないみたいなね。だからまあそれも考えたらね、ほんまに。その同じ私らところの相当、私も相当汚いですやん。これね、汚い言うても整理されてますね。カビとかなんか絶対生えてないですやん。言うてもこんだけ換気の悪いところでもね、自分で工夫してサーキュレーター回したりして一応やってるわけですやん。で、人が住めへんかったらなんか蜘蛛の巣張るやないけど、なんかありますね、出てきますやん。けどそういう汚れは全くないんですよ。こう散らかってるけど整頓されてるみたいな。ほんでそういうね、なんちったらいいかな、そういうなんか人が住んでない感じ、さっきのようにカビが生えてるとか蜘蛛の巣張ってるとか、そんなのは一切ないんですよ。だからまだあれなんかな、だからそういうとこでね、仮にも寝とったいうことはね、ちょっともう最後の方も生活がありやったんかな。そこはね、ほんまに、なんちゅうかな、もうちょい、なんかね、できることがあったんかなってやっぱ思いますわ。それ死んでから思ってもしゃあないしね。だから生きてるうちにもうなんとかならんかったんかなって、気づいてやれんかったんかな思いますわ。うまいね。ということで、どこまで話したか分かりませんが、ということで、もう退院してもう10日ぐらいですやん。なんでこんなにバタバタすんねんぐらいね、バタバタしてますわ。それもお客さんというか、なんちゅうかようわかりませんけど、まあね、ほんまに。ということで、こんなん買いました。これちなみにね、駒川商店街で売り切れてました。はい、これっていうかレジのおばちゃんもこれかけとったし、首からかけてやった、これね、はい、これ街がね広いんですよ、わかります？街が広い。だから、街が広い。街が泣いてた。これ誰やったかな？誰が歌っとったかな？街が泣いてた。これね、これが大好きな人とも私一緒に住んどった時期あったんですよ。若い頃ね。ほんま若い頃。それはほんまめちゃくちゃ若い時。街が泣いてた。伊丹哲也、知らんでしょ、伊丹哲也いたらね、多分かなりレア思いますよ。街が泣いてた、伊丹哲也、懐かしいな。街が泣いてた、はい、ということで失礼します。いつもすみません、失礼します。
チャンネル登録お願いします。